いろんな法令的にこれはやってこの列車が運行する多動津琴平か大ボケにかけましては弘法大師の生誕の地善通寺海の神様として知られておりますコンピラさん、そして平家の五重土伝説の残る矢地四国の真ん中エリアを運行することから四国真ん中千年物語という名称にいたしました。